You're listening to Shibuya Cross FM.音楽マンションプレゼンツ Life is Music。はい、今日も素敵なコールとともに始まりましたプログラム、音楽マンションプレゼンツ Life is Music。 こんばんは、音楽マンション管理人の越野光弘です。毎月第1と第3火曜日の午後7時からの50分間、ここ渋谷クロス FM のサテライトスタジオを音楽マンションの管理人室に変えて、素敵なゲストとのトークや多彩な音楽家の演奏をお楽しみいただきます。お手伝いいただきますのは本日もパートの彩子さんです。皆さんこんばんは。本日も音楽マンション管理人室パートとして勤務しております、フリーアナウンサーの小松原彩子です。本日もどうぞ皆様よろしくお願いいたします。では早速ではございますが、本日もまず皆様にお知らせがございます。日本資本主義の父と言われている渋沢栄一を主人公にした NHK 大河ドラマ青天を衝けは好評のうちに回を重ねていますが、このドラマの世界に触れることのできる展示施設大河ドラマ館が東京都北区王子飛鳥山公園にございます。 JR および東京メトロ王子駅より徒歩1分の飛鳥山公園は、渋沢栄一が30代から亡くなるまで本拠地とし、多くのレガシーの残るゆかりの深い場所です。併設の北区飛鳥山博物館では特別展示、栄一西ヶ原一里塚に奔走すなどの展示も開催中です。コロナ感染防止には万全を期しているということでございます。ぜひ皆様お出かけくださいませ。はい、よろしくお願いします。はい、展示もねリニューアルして、ね、はい、見やすくなりましたので、はい、よろしくお願いします。はい、本日前半のゲストもう目の前にお座りをいただいてますが、はい、東京都立大学教授の谷口光一さんをお招きをしております。じゃ早速、はい、プロフィールのご紹介をお願いいたします。はい、ではご紹介させていただきます。東京都立大学教授の谷口光一さんです。1973年大分県別府市のお生まれです。東京大学法学部ご卒業、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程を経て、現在東京都立大学法学部教授、さらにスナック研究会の代表としてもご活躍です。専門の法哲学関係の著書にショッピングモールの法哲学など多数ございます。また2017年に発表されたスナック研究会代表としての日本の夜の公共圏スナック研究所説は、スナックについての本邦初の学術的研究所として高い評価を得ています。はい、改めまして谷口先生、ようこそいらっしゃいました。どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。先生とはね、もう何年、あれ、この今ご紹介のあったスナック研究所説が出たのは2017年ですね。そうですね、ですからもう4年ぐらい前になるんですけども、私が帰宅時間という帰宅を紹介する冊子を作った時にね、やっぱり帰宅の基本的なそのベースのですね、観光資源としてスナックを取り上げようと思ってちょっとググったんですよ。そしたら先生の編調書の、はい、この、日本の夜の公共圏、はい、スナック研究所説という本が出てきまして、はい、あ、これだと思って、ね、もう先生にいろいろお話伺おう、まあ、これがこの本なんですけれども、はい、でそれでご連絡をして、まあ、いろいろご指導いただいているということでございます。帰宅時間の記事もね、ちょっと用意してるんで、これね、これですね、十条駅ね、先生来ていただいて、スナックルーエっていうところなんですけど、ここに一緒に飲みながら先生も取材していただいて記事にしていただいて、そんなところでございます。はい、どうですか先生、このコロナ禍でもうあんまりスナック行けないですよね。そうですね、ちょっと残念ながら今スナックには全く行けない状態で、そもそも開けてないですからね、お店自体が。ね、
でも、まあ、このちょっと残念な期間のお話、まあ、その後の話はまたこれから伺うとして、そもそも先生がスナックにこう注目されたっていうのはどういうことからでしたんですか？最初はですね、私は大分県の別府市っていうところの出身なんですけれども、北浜通りっていう歓楽街があって、うちの実家はそこのど真ん中だったんですね。で、子供の頃からそういう夜の街とか水商売ってかなり身近にあったんで、いつかそれについて書きたいなと思ったのが一つあったのと、もう一つもう少し真面目な理由としては、私は一応法哲学者というのをやってるんですけれども、公共とは何かとか公共性とは何かみたいなことを研究してたんですが、普通公共とかって聞くとボランティアとか NPO やったりとか、こう昼間のお天道様の下でやるような活動を思い浮かべますけれども、考えてみたらですね、人間のその人生って半分は夜なわけですよね。で、夜にその飲み会とかいう形でやってる夜の社交っていうのも、市民としての生活の中の重要な部分を占めてるんだけれども、それについてこれまでその政治学とか、社会学をちゃんと研究してこなかったなっていうのがあったんで、それでスナックについてちょっと注目してみようと思った経緯があります。なるほどね、スナックってね、あんまりスナック行ったことないでしょ。そうなんですよね、私数えるくらいしかないんですよね。これ多分彩子さんも生まれる前だと思うけど、この小さなスナックっていうこのレコード、僕が初めて君を見たのはっていう、知らないかな、そういう歌なんだけど、はい、でこれが、出たのが1968年の3月なんですね。だから僕は子供心にスナックっていうと、なんかかっこいいお兄ちゃんたちが、なんかギターとかやったり、こうなんかかっこいい場所っていう感じだったんですよ。でこれが僕らが育ってくる中で、だんだんちょっと印象が変わってきて、これ先生ですけど、なんか今日と全然イメージがまた違いますね。スナックのマスター風ですけども、こういう、こういうってもちょっと変だけども、みんなでそのお酒を飲みながら、その今までその小さなスナックの時はジュークボックスでっていうのが、こう8トラックのカラオケになったり、レーザーディスクになったりして、こうカラオケやるみたいな、それで飲みながらみたいな場所のイメージだったんですね。でも先生の研究によると、そればっかりじゃない、そのちゃんとした公共の役割があるっていう、そういうお話なんですよね。あんまりそんな大したふうに言うとあれなんですけれども、ただよくですね、東京ですこの話をしていると、普通そのホワイトカラーの人とかで、その都心で働いている人はスナック行かないのが普通だと思うんですよね。ただ東京でも多摩地域の方に行ったりとか、都内でもその自営業でやられている方とかだと、全然そのやっぱりホワイトカラーのサラリーマンとは違う世界があって、商工会議所、商工会とか農協とか JC 青年会議所とかロータリーとか、そういう地元の集まりでやっぱりスナックに行って、いろいろそれこそどこの誰がこの前死んだとかですね、それからあるいは土地取引とかですね、あそこ空いてるけど今度何が入るか、どこ入れようとか、あるいは選挙ですよね、これからちょうどそういう時期に入るから、この都議選がありますけど、やっぱ私の地元でもみんなどうやってその選挙の会合をするのかなって話をしてますけれども、そういうのは行われる場所でもあるわけです。選挙になるとね、やっぱり共和とかいろいろ疑われるといけないから、急にそこだけ行かなくなっちゃったりとかね、なんかそれも本に書いてらっしゃるって、いや、だから先生のこのお話っていうのは、まさにその僕も実は本格的にそのスナックっていうところに行き始めたっていうのは、まさに今先生が言われたような活動を地元でするようになってからなんですね。でおっしゃる通りで、むしろその例えば夜の6時ぐらいから一般の会合があって、そこでちょっとお弁当も出たりしながら8時ぐらいで終わる、これ普通そこで解散でお家へ帰るっていう話なんだけども、そうじゃなくて、で席を移してまさにスナックで10時半ぐらいまでわーわーやりながら、むしろそこでね、いろんなことを作っていくみたいなね、そんなことをこうやってきた毎日があったんで、実際こうやってコロナになって行けなくなるとですね、本当地元のことが分からなくなってしまうっていうのがあって、実際にあった話ですけれども、あるそのうちの近くの神社の、お母さんがいるんですけれども、ちょっと亡くなってたんですね。で誰も知らなくて、私たまたまその知って、
で今それをそのまあ伝達する場所でジムだけなんですよね。そのジムにトレーニング行った時にたまたまって、あちょっとあそこのお母さん亡くなったらしいよって言って行ったら、あーって言ってそこからまあ広がっていくみたいな感じ。スナック空いてたらですねすぐパッと広まって、あちょっとじゃ あのお参りに行かなきゃってなるのが、今もう完全にこう情報がもう途絶えた状態になってるんですね。こう地元の人がいろいろとこう情報を共有する貴重な場っていうことですよね。そうですね、でそれがこう本当に何か公からお金が投入されている場所とかっていうんでももちろんないし、それでもちろんなんかすごくこう、プライベートな空間とかっていうんじゃなくて、その中間にある、その公共の場っていう考え方は実はなんかすごく現代的で、今あのイギリスでいうところのそのコモンっていうね、空間っていうのがすごく大事だというふうに言われてる、まあなんかそれの研究の先駆けですよね、先生のこの研究、まあそういう面もあると思いますね。いや本当やっぱりそういうふうな役割を果たしてきたのに、そのどうですか先生がこういろいろ研究者としてまた見聞きする中で、こうコロナ禍が与えたスナックへの影響っていうのはどんな感じですか。まあ、スナックに限らず飲食店の皆さん本当に大変な思いをして毎日過ごされていると思うんですけれども、まあ、よくですね、まあ、東京とかばっかりテレビとかではクローズアップされますけれども、むしろですね緊急事態宣言とかまん延防止措置とかまん防とか出てないところの方が大変かなっていう話もよく聞いていて、結局ですねそういうの出てないところって協力金が出ないんですよね。でその上でですね実際このコロナ禍でもその私出張でちょっとまあ外に出ることあるんですけど、その時にまあお店にはもうさすがに入れないんですが、夜の街歩くとですね全くそういう規制営業規制時短とかないところなのに9割ぐらい店が閉まってるんですね。火を消して真っ暗で、で客引きの人にどうしてしまってるんですかというふうに聞くと、いやもう開けてても人来ないんですよと、やっぱ田舎の方だとこう人目があるんでそもそも出れないと、だから地方 の, そのまあ地域の名士の方なんかに聞くと、もう1年以上その飲み屋街には行ってないっていうんですね、人目があるん で, でそうなるとそのまあ開けてても人が来ないんで、まあ土曜日とか週末だけ予約があれば開けるとかいう形にしてやってると。でも本当にひどい話をいろいろ聞いて、やっぱりその水商売やられてる方、じゃあ工場で働きましょうかってなかなか難しいわけですよね。それでやっぱ仕事がなくてですねちょっと餓死しちゃうんじゃないかみたいな話っていうのもちらちら地方の方で聞こえてきたりしていて、協力金がないところが実は大変なんじゃないかなっていう感じも思っています。そうですよね、まだそういう意味では都心の方はまだそういう点はまだいいっていうことですね。そうですね、まあ、協力金出てる間は一人でやってて人雇ってなかったら1日、ね、2万円とか3万円出れば月にならせば結構長くなりますから、だからやっぱり地域差もかなり大きくあるのかなっていうふうに思います。でも今そういった地方の方ってどういうふうにじゃあ地元のこう情報を取ってるんですかね。いやだからみんなよ自分の地元の方ではよくわからなくなってきてるって話をまあするんですよね。まあそれこそ青年会議所とかだと今もズームなんかでやってるみたいですけど、やっぱなかなかこうみんなでズームでいるところで話せないこともあるわけですよね。確かにそうですよね。ちょっと実はって言ってこそこそという話もあるわけですけど、そういうのはもうできなくなってしまってるんで、だから本当に今ズームとか非常に便利ですけれども要件だけですよね。だから本当に私の知り合いと話しても言うんですけど、スナックでするような世間話に飢えてるっていうふうにみんな言うんですよね。世間話をする場所がないと。だからまあ今に本当コロナ禍ではまあスナックというのはありがたいもんだったなという話をみんなしているところです。まあズームとかオンラインというものがね、こういう機会に非常に使いやすくなったりしたというのは大変な進歩だとは思うんだけど、なんか我々もビジネスで使ってても今までの蓄積みたいなものをなんか食いつぶしてる、なんかそういう今まで作ってきた人間関係があるからZoom とかでもコミュニケーションができるんだけど、新しい人とやるのにはやっぱりなんか構えちゃうし、なかなか難しい。そういうのがなんかね、やっぱり人と会ってこうぬくもりを感じながら喋るっていう点ではやっぱりちょっとね、人工的っていうかそういう感じがしちゃいますよ ね、だからそういう意味ではね、本当にまあワクチンも接種が進んで、まあ、いつまでこんなことはないっていう前提に立って考えればこう
アフターコロナ あの、うん、スナックの役割っていうのもすごく大事になってくる、もう一回こう見直していかなきゃいけないと思うんですけど、先生あの2年前でしたかね、あの、NHK の夏空で有名になった新徳町のあのスナック行きましたね、はい、あの帯広の近くの新徳町ですね。新徳町ですか、はい、ここはあの公営スナックというかあの町がですね、はい、お金出してやってるスナックがあって、この写真ですね、で楽しそうですね、ちょっと奥に私もいますけど、はい、本当あの夜の公民館というかあの町の人が集まってくる場所として機能しているところで、非常にその面白いところなんですけれども、まあでまあ、ポストコロナというか、まあ、コロナ後のスナックの話なんですけれども、まあ、ワクチンとかで収まるだろうとは思うんですよね、時間がかかるかもしれないけど、でその後どうなるかって話を、まあ、他のところでも書いてるんですけれども、コロナがあろうとなかろうとですね、我々は直面している問題は変わりなくて、まあ、超高齢化とあと人口縮減っていうのはもうこれはもう避けて通ることはできなくて、コロナでちょっとそれがまたあの早送りされてるところがあるんですよね、うん、出生率下がったりしてて、でこれはまあ日本にとって最も大きな問題の一つなんだけれども、それをそのまあちょっと考えていく上で、あの今日は時間がないんでそんなに詳しくはお話できませんけど、介護スナックとか、うん、まあ、あるいはあのこういう夜の公民館みたいな形で、うん、あのやっぱり地方の本当にその人口が少ないところに行くと店が1個消えるインパクトって大きいんですよね、夜真っ暗になっちゃうんで、そういうあの場所、夜の公民館としてとか、あるいはまあ超高齢化社会に対応した介護スナックみたいなものっていう形で、あの日本が直面する大きなあの深刻な問題に対応する場所になりうると思うんで、うん、まあ、なんとかあのスナックみんな耐えて生き残ってほしいなというふうには思っています。あのこの帯広のスナックもあの5軒しかなかった、もともとね町の中に5軒しかなかったあのスナックが一軒なくなるっていうんで、なんかみんなで支えようっていうんで、そうですね、ね、こう開いて、まあ、この写真の男性側の上村土建という建設会社の社長さんで、はい、彼は買い取って改装してるんですよね、うん、これでまあ事業運営費の 15% ぐらいは町からあの公費で出して運営して、うん、でこのママさんはあの帯広の方からその銀行員の人が辞めて来てあのやってるんですね、はい、いや綺麗な人でしたよ、まあ、だって越野さんすごい顔がデレデレですよ。いやいや、それはあの右の上の人も結構デレデレだと思う。先生もですね。いやこの人は本当にすごい美人の人ですね。いやでもね、今お話があったようにあの地元の建築会社さん、それから町もあのお金を出して、で本当にだからもう公民連携のね、あの PPP のみたいなね、 PFI みたいな、そういうあのスナックなわけですよ。で今あの先生が触れられた介護を重点にっていうスナックもあるんですね。これはこれはどちらですか。これは横須賀のおっぱまっていうところですね。はいはい、おっぱまね、はい、これはですね、ちょっとこのその絵だけ見るとですね、絵って感じなんですけれども、竜宮城と書いてありますね。なんか本当にすごいあのところで、あの介護士とかあの看護師さんの方がその入って、あ、もうちゃんと専門の、専門の、はい、で、まあ、割とですね、あのその末期がんのステージ4の人とか、はい、要介護5とかの人とか来ても、はい、そのまあ、まあ、だからもう二度とも死ぬまでも友達と家族と飲むことできないだろうなと思った人に楽しんでもらって、うん、それをそのまあ励みにしてそのリハビリ頑張るとか、はい、そういう場所として使われてるんですよね。非常にその良心的であのよく練られたやつで、あのいろんなところあの大企業とかも興味を持って、あの自分たち、まあ、やっぱ介護市場大きいですから、そうですよね、あのこういうのこれから増えてくるのはあるんじゃない、まあ、人口の中で占める高齢者の割合はこれからどんどん増えていくんで、うん、まあ、こういうものこれからさらに出てくるんじゃないかというふうに思います、うん、あの実際にあの特別養護老人ホームだとか、うん、あの北区の、ね、特別養護老人ホームなんかでもそうなんですけど、うん、あのこうそういうところにあの、うん、まあ、そういうところにとか、要するにスナック、一般のスナックにね、昼間あのお客さんが他のお客さんいない時なんかにあの、うん、介護士さんが付き添ってを連れてってなんていうことも実際やってるんですよね。割とあのどこでもやって、私の知り合いの店でもやってますけど、うん、昼間スナックあの割といいカラオケの機械とかでも遊んでるんで、うんうん、それを使ってまあボランティアとかちょっと補助金もらったりして、うんうん、あの老人ホームの、うん、あの方に使ってもらって楽しんでもらう、その、まあ、レクリエーションの施設みたいな感じで、うんうん、あのやってることもあるようです。いやすごくやっぱりそうやって外へ出ていくっていうと、やっぱり多少こう綺麗にしていかなきゃいけないから、うん、女性だったらお化粧するし、うん、まあ、男性も身なりを整えるとかね、うん、それからこう行って歌選ぶと自分の若かりし頃の歌とか、はい、そういうのを
あれとか、すごくこうあのなんて言うんでしょうね、治療にも、はい、あの役に立つ、ね、まあやっぱり生きる張りが出るっていうかね、そうですね、活力になりますよね。うん、いや、あの本当あの、まあ、スナックに限らないことなんだと思うんだけど、やっぱりこれからの高齢化社会にその民間の力をどう使っていくかっていう、そういうことはすごく大事になってくると思うんですけれども、それのこう調査というか一つのこう典型的なものとして我々がこれね、あの学ばせていただく、面白いですね。本当に先生どうですか、あの時間もだいぶ迫ってきたんですが、その、まあ、今ちょっとそういうまとめの話もしていただいたですけども、まあ、これ8000件もの、スナックが廃業に、なってしまった、もうこのコロナ禍ですけれども、このあと本当にこう スナックという人間的なものがこう生かされていく方策というか、何かそういう展望があれば教えていただきたいんですよ。はい、まあ、今ですね、こういうスナックとか飲食の話するとどうしても暗い話になってしまうんで、最近あの外で話すときは最後は明るい話をして終わるようにしてるんですけど、ちょうどですね100年前の1920年代もまあ今と同じようにスペイン風邪が流行ってたときで、まあ第一次世界大戦も終わった後なんですが、この後どうなったかっていうと、まあアメリカは実は禁酒法もやってるんですけど、実はこの後っていうのはもう史上空前の好景気なんですよね。あの金ピカ時代とか、あのロアリングトゥエンティーズっていうあの映画だとグレートギャッツビーとかの時代になって、日本だとどうだ明るくなったろうって、あのお札を燃やす時代ですよね。だからまあアホみたいに景気良くなってみんな飲みまくった時代なんで、まあ、飲食の方は本当大変だと思うんですけれども、これをその生き延びてそうですねやれば、おはうはの時が来るかもしれないというか、まあその可能性は結構あると思うんですけれども、だからまあ今あの苦しくて大変だと思いますけれども、あの頑張ってくださいというのが私のメッセージです。ねえ、本当先生も今あの夜飲みに行けないんで鍛えてばっかりということですけど、これはランニングとかばっかり、あの来たるべき飲み歩けるそうです、あの時に備えてね、はい、していただきたい作りをしていただいているということで、はい、いや谷口先生のね、改めてこう下に飛んだスナックのお話を伺って勉強になりましたね、本当に。それでね、これ最後にあの音楽番組なんで、まあ今日の話題にふさわしい曲をねちょっとセレクトしてきました、はい、実はあの、作詞作曲は小杉龍太郎さんというあの若いミュージシャンの方なんですけれども、はい、あの大衆居酒屋さんとかね、今お話のスナックがこう並んでるね、赤羽の雰囲気がお好きで、あの名曲横浜ホンキートンクブルースに対抗するつもりで作られたということなんですね、はい、で谷口先生にもあの一緒に聴いていただきたいと思います、はい、それでは小杉龍太郎さんの赤羽センベロブルース、谷口先生あの本日は大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。貴重なお話ありがとうございました。一番街だ一人はしご酒、こんな夜は、赤羽サンバロブルー、にぎやかな笑い声も今日は寂しくて、明かりが滲む赤羽サンバロブルー、
is ukulele? I'm on the K. Could you come into my G string? Tropical swing is a typical thing in Hawaii. Tropical swing is anything else but new.Hawaiian tune Melody's fair We'll never be right in Hawaii Strange as it seems Melodious dreams come true The mainland's insane now Above that brand new thing From Hawaii The original land of swing Oohカマネからいきなり、ね、ホノルルに飛びましたけれども、はいホノルル I'm coming back again ということで、はい後半スタートいたしました、はいゲストはジャズシンガーのメリさんです。こんばんは。アロハ。お邪魔します、はいはい、早速、メリさんのプロフィールをご紹介ください。はい、ジャズシンガーのメリさんです。子役時代を経て上智大学在学中から本格的に活動を始め、ロサンゼルスにてグラミー賞受賞のスパニッシュハーレムオーケストラに直接指導を受け、同じステージにもお立ちになりました。4カ国語を操るボーカリストの新星として帝国ホテルインペリアルジャズや日経ホールプレミアムジャズ等さまざまなジャズフェスティバルに召喚され、国内外のトップアーティストとしてもトップアーティストとも共演なさっています。自身作詞作曲のメリーポップスシリーズの発売や新しい音楽のジャンルアロハスイングの CD も発表。自身のグループ M&K としてもニュージェネレーションミュージックとして
期待を集めているジャズ界のホープです。ありがとうございます、今日はいらっしゃいませ。お邪魔します。まあ、今ね最後にご紹介いただいたその、アロハスイングっていうあの、CD の1曲目がね今のそうですね、はい、この曲でした、はい、ロハスイング ね、うん、もうすごいね素敵なねもう早くもうハワイ行っちゃいたいみたいなそういうビールも飲みたくなっちゃう感じでした ね、そういう CD なんですけどね、ぜひ皆さんもあの買って聴いていただきたいと思います。お願いします、ぜひぜひ皆様本当に心地よい風が、まあね、もうねあのメリーさんねこうやってあのルックスもそうなんだけど、もう南の島南の海っていうね、うん、あの感じのぴったりで す、 そうですか、南国、うん、ね、大好き、ね、はい、もともと何そのジャズシンガーを目指したんだけどジャンルとしては、はい、うん、こういうのここに到達するまでどういう方面から入ってったの？そうですね、一番最初は結構うちの両親の関係で、うん、いろんな国の人が我が家に遊びに来ていて、うん、でなんかブラジル人が長く住んでたり、うん、カナダ人が長く住んでたりして、その間に子供の時からなんかその国の言葉で曲を教えてもらってたんですね。それでいろんな言葉で覚えてて、なんかいつか絶対歌手になる、なりたいなって子供の時から、ちっちゃい時から、うん、そうなんですよ。だから小さい頃からなんかセルジオ・メンデスが大好きで、あのマシケナダっていう曲があるんですけど、それもなんか歌ってたり、あのマシケナダ、うん、はい、ノリがいいよね、うん、そうなんです、あのやっぱりそういうステージで伺うこともあるんだけど、うん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 、聞くことあるんだけど、うんうんうん、大好きで、いつかセルジオ・メンデスさんに会いたいと思って会えたんですよ。え、じゃあもうそれ、うん、それ今のお話ってのは小学校とか中学校、もっと前ですね、もっと前、もっと前、うんうん、で中学高校は某校で、はい、うちの娘の先輩なんだけど、はい、必須でそういう時もじゃあ、はい、あの部活動みたいなのでなんか歌ってたの？あの部活はバリバリ体育会系で、その時にこの肌が形成されたんですけど、うん、ソフトテニス部で、うん、あの都大会まで出たんですね。すごいじゃない、うん、で部活も頑張ってたんですけど、はい、やっぱり歌がやりたくて、でもあの厳しい女子校だったので、うん、なんかそういう活動はあんまり控えなさいみたいな感じがあったので、うん、部活が終わった後に、うん、なんかピアノのレッスン行きますって言って、うん、早く抜けたりして、うん、歌を習いに行ってました。じゃあ、うん、もうその傍らというか両方やってたっていうことね。そうですね、テニスとね、歌と、それでね、もう本当にあの再演でいらっしゃって、うん、あのさっきのご紹介にもあったけど、上智大学入られて、で専攻はね、あの外国語で、はい、ポルトガル語ですよね。そうですね、外国語学部ポルトガル語学科っていう、多分日本に 2,3 個しかないみたいなんですけど、うんうん、そこでポルトガル語、ラテン語を学びました。あ、すごいね、はい、ラテンはね、欧州、欧米のね、もう言葉の基本ですからね、でそういうのを身につけて、うん、で大学時代から、はい、そのまあ、シンガーのプロシンガーみたいなことも始めてたわけ、ね、うんうん、初めてこう人前でお金をもらって歌うっていうところにちょっとずつ出ていったのが大学時代からっていう感じですね。これ留学もやっぱりそういう感じなんですか？はい、そうですね、ロサンゼルスの方に歌を習いに行って、うん、そのグラミー賞受賞のスパニッシュハレムオーケストラの皆さんに指導を受けたという感じですね。でね、じゃあここでね、もう一曲いきたいと思います。はい、はい、でこれね、今酒飲めないっていう話なんですけど、うんうん、お酒飲もうっていう、はい、そうなんです、 Oh Beer っていう、はい、あの、はい、曲でございます。それじゃあお願いします。はい、皆さんじゃあお家で飲みながら聴いてください。Oh,
ありがとうございました。これはね、あのメリさんの、はい、作詞作曲のね、はい、オリジナルのソングで、うん、これね、あのうちのね地元の十条でね、うん、あのジャズあのコンサートを毎年一昨年までやってくれてたんですよ、はいはい、コロナになるまでね。でこれ歌いながらみんなでね、うん、おじさんたちおばさんたちみんなでビール乾杯ル本当のね本物の学校の体育館で学校の体育館でですか。もうそうよ、早くやりたいよねこういうのね、まあ、その曲で乾杯って ねやりたいですね、やりたいですね。ね、どうですかこの、まあ、今コロナっていうね大変なあの時期を経て、はい、まあ、あのメリさんももう歌手生活何年になるわけじゃん、うん、何年でしょうね。14年15年ぐらいになるんだよね。そ、まあ、そのさっきのね、うんうん、プロ、はい、ね、もうここでこういう思いをして、うん、でもさまだそのシンガーとしてはまだ若いしさ、うん、もうこれからじゃない、うん、どういう風な方を目指したいの、うん。でもかな、でも2年前ぐらいにこうなった時に、うん、私これから結構花開くなって思った時だったんですよ、うんうんうん、でなんか自分の調子もすごい良くて、うんうんうん、歌唱力もよく抜群になってきました。そう、万全になってきた。間違えちゃった。いやいや、抜群だね、偉そうにね、上手くなったねって言ってたの。なんかすごい捉えだから勢いっていうかさ、うんうん、歌うことなんか分かんないんだけど感じるね。そうですか、うんうん、なってきたなっていうところでこれだったので、うん、まあ、ちょっと気落ちしたところもあったんですけど、うん、こう時間をうまく使って今までこう生の演奏しかやってきてなかったので、うん、機材のこととか全く勉強してなかったので、うん、自分で録音するとか、うん、なんかそういうのに今は時間を使って辛い時代を耐えていきたいなと思います。なんかそこでこう蓄積するものをしてね、でまたこうステージで爆発させるとね。シンガーとしてはやっぱりあのショーを作りたいので、うん、エンターテインメントショーを完成させていきたいというのが将来の夢ですね。要するにこう一人のリサイタルコンサートみたいな。なんか面白いこともやって、うん、歌はめっちゃすごいけど面白いこともやって、うん、笑わしてみたいな、うん、歌は2枚目、うん、キャラは3枚目みたいな。別にそのままじゃねえかみたいな感じもあるけど、でもそれをねこうより上質なエンターテインメントにして、はい、ということなんでしょうね、うん、そうですか、はい、でもねそういう厳しい中なんだけど、うん、あの一つ一ついろんな行事もされてるということで、ちょっと告知をいただきたいんですけど、はい、まず、はい、これ7月3日ですね、はいはい、これはちょっとご紹介いただきます、はい、7月3日に清井フォーラムという、うん、ホテルニューオータニのガーデンコートの中にあるんですけれども、うん、こちらの感染対策が抜群で、うん、1個ずつこのパーテンションがついてるんですよ、うん、で1つずつの席なので安心してお越しいただけるかなと思うんですが、もう日本のジャズ界の至宝マリア・エヴァさん、素晴らしい、はい、あのね、フィリピン系の、そうですね、と一緒に南国ムード抜群の夏をお届けしたいなと思います。このこうあのホールね、こうラウンドしてるんでね、すごく見やすいんですよね、はい、うん、ですね、それ楽しめます。はい、はい、それからもう一つは、はい、これはこれはあの7月21日なんですが、もう私が愛してやまない石垣島でライブをさせていただきます。はい、うん、これから毎月ねやっていきたいなと思ってるので、そういいね、はい、いいですね、うん、ぜひぜひ石垣島に日程合わせて来ていただけると嬉しいですね。そうですね、はい、であそこにハテルマブルーってこう書いてあるんですけど、はい、実はこれが、まあ、あのちょっともう最後の曲になりますけれども、うん、これからご紹介するこれもあのメリさんのオリジナル、そうですね、はい、これはどういう曲なんですか。なんかあの波照間島、日本の最南端の波照間島に初めて行った時に海が本当に綺麗でブルーグラデーションが素晴らしくって、うん、1回で恋をしてしまったので、うん、そこでできた一曲ですね。そうですか、はい、すごくいい曲です。ありがとうございます。思いはどういう思いで作ったの。そうですね、このやっぱブルーを見てるとなんか自分の柔らかい人生になる、なっていくなと思って、うん、そこになんか最適な友人とか家族とかがいたらすごい素敵な時間が作れるなと思った時にできました、うん、ね、うん、本当私もねこれ好きな曲の一つです、うん、はい、果てるまで行ってみたいなと思ってます。行きたい、行きましょう、石垣ライブの後ぜひ、ね、そうですよ ね、 ぜひ ね、 はい、それじゃああの果てるまブルーをこれで聞きたいと思います、はい、メリさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ロピカーナアロハスイング Stay tuned。もう爽やかな風がスタジオに立ち込めている感じですね。それではここで越野建設からのお知らせのコーナーです。自宅で楽器演奏を満喫できる賃貸住宅をコンセプトに、越野建設が楽器演奏愛好家の皆様へ向けて展開しているのが音楽マンションシリーズです。現在楽器演奏対応賃貸として物件個数国内シェアナンバーワンのブランドです。楽器演奏を趣味とする社会人から音楽大学などで学ぶ学生さんまで、音楽を愛する幅広い入居者さんの支持を背景に現在38棟が稼働中です。現在の主な立地は東京23区内を中心に埼玉、神奈川などとなっており、現在さらにエリアを拡大中です。この春には新築物件が6棟完成、多くの楽器演奏愛好家の皆様にご入居いただきました。さらに来年の春にも新たな音楽マンションが6棟完成を予定しています。楽器演奏を満喫できる賃貸をお探しの方、ぜひ音楽マンションへの入居をご検討してみてはいかがでしょうか。さらに越野建設ではお土地の有効活用をお考えの土地オーナー様に向けて、音楽マンションによるお土地の有効活用もご提案しています。音楽マンションは立地にかかわらず入居者さんに選んでもらえる、とても入居募集に強いブランドです。また一度入居していただくと長期にわたりお住まいいただいています。さらに賃料を楽器が演奏できるという付加価値をつけた設定にできるため、事業性がとても高いことも大きな特徴です。音楽マンションは現在東京を中心とした展開を行っていますが、国内主要都市における建築もご相談いただいています。ぜひご入居のお問い合わせ、土地活用のご相談は越野建設ホームページのお問い合わせフォームまでお願いいたします。なおこの番組、前回6月1日までの放送は渋谷クロス FM の番組のサイトからアーカイブでご覧いただけます。お聞き逃し、お見逃しの方はぜひアーカイブもご覧ください。またお知り合いの方にもお知らせいただけると非常に嬉しいです。以上、越野建設からのお知らせでした。はい。彩子さん、今日も あまり経験のなかったスナックの話がいろいろ聞けて、本当にまた新たな、ね、世界が広がりました、ね、新たな世界の広がる、はい、Life is Music 本当ですよね、はい、次回はね、講談って聞いたことある、はい、講談ですか、ね、こう尺こうあれしてやる、はい、講談聞いたことない、見たことはありますが、はい、聞いたことないです生で。来月7月6日のゲストは、はい、まず、最初のゲストはですね、神田京子さんという、はい、講談の真打ち、はい、女流の真打ちの方にお見えいただいてですね、はい、今青天をつけ、はい、若き日の渋沢栄一を描いて好評、はい、放映中ですけれども、はい、これを講談でやる、はい、若き日の渋沢栄一を講談で語るっていう、そういう方をですねお呼びして、まあ、ちょっとその一端も聞かせていただきたいなというふうに思います。楽しみですね、はい、でそれとね、はい、音楽家のゲスト、はい、これはねハンガリーの、はい、ジプシーバイオリンというジャンルがあるんですけれども、ジプシーバイオリン、はい、これのですね日本の第一人者であります、はい、古舘由香子さん、はい、この方にお見えいただきたいと思います。で実はねオリンピック の, 各地でのキャンプ地に、はい、実は北区は、はい、ハンガリーの柔道チームとフェンシングチームを招いて、はい、いろいろこう応援することになってたんですね、まあ、なってるんです今も、はい、でこれまあちょっとこの時点でどうなるか分かりませんけれども、まあ、できればそういう成功も祈ってです ね,、はいですねはい、そのジプシーバイオリンをご披露いただきたいなというふうに思っております、はいはい、パーソナリティは音楽マンション管理人の越野光弘、パートのお姉さんは小松原彩子でした、はい、音楽マンションプレゼンツ Life with Music、 次回は7月6日火曜日の放送です。またこの時間にお会いしましょう。それではさようなら。さようなら。